赤石屋のんきは、落語家、ロック歌手。本名、赤石博之。吉本工業所属。情報落語協会会員。兵庫県西宮市出身。二代目、小福亭松之助の長男。弟は、バレエダンサーのパーポ赤石。父、松之助の師匠である五代目小福亭昇格の、本名、竹内梅之助に由来する、小福亭梅之助の講座名を、 生まれる前に与えられた。8歳となる年の1975年8月、ジップ・松之助に弟子入りし、同年に梅之助の名で初講座。この頃から日本舞踊、小歌、三味線などに精進し、これらでも舞台を踏んだ。新川学院高等学校を卒業した。1990年、小福亭梅之助から赤石アのんきに改名。 兄弟子の赤子や三馬と同じ帝王となった。このため、三馬の時期弟子と勘違いされることがあるという、三馬のんきのことを、ひろくんと呼ぶ。松之助の兄弟子、六代目小福帝昇格の老い弟子にあたり、小福帝二角、小福帝鶴子、小福帝鶴部などは、重慶帝弟子にあたる。吉本工業所属としてデビューし、その後小竹芸能に移籍し、 再び吉本の専属に戻った。情報落語協会を師匠、松之助と同じく大会していたが、2012年の総会より、のんきのみ、協会復帰した。リーゼントスタイルに撫でつけ前髪を大きく盛り上げた。ロカビリーミュージシャンを彷彿させる髪型が特徴。講座に上がり、まず客席を睨みつけるのが恒例。主に父から受け継いだ、古典落語を得意とする。 親子での落語会、のんきな落語会を取材するほか、花形寄せなどに出演する傍ら、ロック歌手としてのライブ活動や司会業を行っている。松之助は2006年に誕生したのんきの長男に、のんき同様生まれる前から、アカシアポンタの講座名を与えている。ありがとうございます。